クロゲイゲイ。巨階級を主流に任せ、単身で四死球へと乗り込む聖夜。四死球を守るのは、かつて幼いアテナの命を救い、反逆者として命を落としたアイオロスの弟、レオのゴールドセインとアイオリアだった。サオリをアテナと認め、忠誠を誓っていたはずのアイオリアだが、四死球を通ろうとする聖夜に容赦のない一撃を叩き込む。その表情に、聖夜の知るアイオリアの面影はなく、殺気に満ち溢れていた。俺はこの四死球を守護するのが役目。誰だろうと通すわけにはいかん。バカ、何を言っているんだ。俺たちは一刻も早く十二球を突破しなくちゃいけないんだ。くどい。この四死球を通ろうとする者は誰であろうと、このレオのアイオリアが殺す。一体何があったんだ、アイオリア。貴様と話し合うつもりなどない。ここまで攻撃してもまだ目が覚めないだなんて。教えてくれアイオリア、一体何があったんだ。お前には関係のないことだ。サオリさんの死がここにちょっと迫っているのに、これアイオリアと話し合っても無駄ってことか。こうなら遠慮しないぜ。あんたを悪の側の人間として全力で倒すだけだ。行くぜアイオリア。まだまだ。せいや、死の覚悟はできたか。俺はサオリオ陛下を救うまでは死ねないんだ。その大事なお嬢さんとやらの道連れにしてやる。見えた。よし。今こそ燃え上がれ。行くぞ。俺のコスモよ。水星剣。水星剣。ライトニングボルト。ライトニングボルト。見えた。ライトニング。アイオリア。水星剣。受けよ獅子の牙を。水星剣。ライトニングボルト。ライトニングボルト。ライトニングプラズマ。行くぞ。ライトニングペガサスプラズマ。水星剣。ライトニングボルト。ライトニングボルト。ライトニングボルト。ライトニングプラズマ。見えた。ライトニングプラズマ。
なんだあの冷酷な目は。なぜアイオリアの目は輝きを失ってしまったんだ。せいやよ、お前は気づくまい。己の剣でアイオリアの両親を蹴散ったこと、アイオリアの目が覚めるのはお前が死んだ。そしてアイオリアはお前の死体を見ず罪の意識に苛まれるだ。これで終わりだ。全知勇を兼ね備えたセイントの鏡のような男、アイオリア。だが今のアイオリアから感じるのはセイントの鏡どころか悪鬼。敵を殺すことしか考えていない悪鬼のようだ。死ね、セイヤ。待て、セイヤの命は誰にも渡さねえ。このカシオスがもらう。カシオスと言いたいところだが、事情が変わった。セイヤ、ここは俺が抑える。お前は早く先に行け。アイオリアは上皇の元老魔王剣にやられて洗脳された状態なのだ。元老魔王剣は犠牲者の前で人が一人死なないと解けない伝説の魔剣だ。なんだって。時計カシオス、お前ごとき増票に用はない。どかぬ。あんたの目が覚めるまでは。ならば死ね。な、何バカな。カシオス、なぜ。だから言っただろう、目の前で人一人死なん限りアイオリアの目は覚めんと。それにお前に死なれると悲しむ人がいるんでな。え、その人が悲しむのを俺は見たくないんだ。俺にとってそれは一番辛いことなんでな。別にお前のためにやったんじゃない。カシオス、俺にとっての女神とはその人のことなのだ。あ、邪魔するな。二人まとめてあの世に送ってやる。アイオリア、カシオスはお前を正気に戻すために命を投げ出したのに、まだ目が覚めないって言うのか。もう無用、これで最後だ。ハイトニングプラズマ。アイオリアの魔剣と戦っている。アイオリアを目覚めさせる一撃が欲しい。アテナよ、コスモよ、俺に奇跡を与えてくれ。ただ一瞬でいい。俺のコスモよ、アイオリアの位まで高まってくれ。もう一度俺に光を見せてくれ。さっきはライトニングボルトを見極めることができたんだ。このままいけば奇跡を起こせる。甘いわ、せいや。たまたま見えただけのこと。俺の天コスモを集中して放つ。ライトニングプラズマが見えるか。ライトニングプラズマ、ライトニングプラズマ。まだまだ。せいや、貴様がいくら戦力を高めたところでこの俺を倒すことはできん。カシオスと共に死ね。アイオリア、勇敢なセイントというだけでなく人間としての優しさを持っていたあんたを取り戻すためにも、この命ある限り俺は諦めない。燃え上がる俺のコスモよ。よし、せいや、
このライトニングプラズマは1秒間に1億発もの剣が駆け巡る。これが俺の伝説の剣、マッハの剣しか持たぬお前に勝ち目はない。こんなところで負けてたまるか。ライトニングプラズマの先行さえ避けることができればアイオニアに近づけるはずだ。ライトニングプラズマ、ライトニングプラズマ、いくぞ。ペガサス水星剣くらえ。あんた、アテナに忠誠を誓ったはずじゃなかったのか。目を覚ましてくれアイオリア。行くぞ。まだまだ。俺には効かんぞ。ライトニングいくぞ。今こそ燃え上がれ俺のコスモよ。水星剣ペガサス流星剣。アイオリア。セイヤ、俺は一体よかった、完全に元のアイオリアに戻ったんだな。カシオス、しっかりしろ。カシオス、今手当てしてやるからな。カシオス、カシオス、今度は星になってシャイナさんを守ってやるんだぞ。大丈夫かセイヤ。セイヤ、カシオス、お前の命決して無駄にはしないぞ。アイオリア、カシオスを手厚く葬ってやってくれ。時間がないからな。俺たちは次の処女級へ向かうぜ。待て、セイヤ。一つだけ教えてやる。絶対に、シャカの目を開かせるな。シャカの目が開かれた時、その場にいるすべてのものは、生き絶えるのだ。